0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。痛烈ファウルになります。まあ、今のは仕留められてしまったという感じじゃないですかね。そうですね。打ちました。ファウルグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは DH 岡本。山下、まずは先頭バッターを打ち取っています。狙っていって空振りです。ボール球ですが、キレがあったんで振ってしまった感じですよね。確かにキレがいいように感じますね。ノーボールツーストライク。入れました、ファールボール。三振になります。バッターは3番の丸。ツーアウトランナーありません。まず何を投げてくるか。引っ張った。これはファーストライナー。2回の裏になります。さあ、スワローズ、この回は4番から始まります。バッターは門田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。切りました、ファウルボール。ナイスキャッチ。見事。それ。インコース空振り。スピードボールを持っています。それ。膝元へ持ってきました。ノーボールツーストライク。ファウルボールです。変化球で空振りを取ります。バッターボックスには6番マック。2アウトランナーありません。空振りです。スピードボールを持っています。これが2球目。打ち上げた。ここは打ち上げています。抑えて3アウト。これから3回の裏、7番から始まるスワローズの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは増田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。変化球打った。切りました、ファウルボール。このピンチ見逃しで三振を奪いました。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど。バッターボックスには代打の和田。山下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。うちのボール打っていった。これはインフィールドフライ。掴みました。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあ、そして打席には今宮が入っています。ここは嫌なバッターが続きますから、バッテリーバッターボックスには代打の佐野。ツーアウトになっています。まず変化球決まってワンストライク。ストライクを打ってこれで追い込んだ。これが3球目。左方向、この打球はどうだ。切れるか。三塁線落ちました。ホームイン。決めた。佐野、サヨナラ。